カデです。今ね、ちょっとスタジオに向かって歩いてるところです。4月に、ヨガスタジオをオープンしました。それからね、すごく本当に忙しくて、頭の中がすごく忙しいんですけれども、まあ、体とか心、マインドがすごく元気で、あ、これをやったらどうなるかなとかいうことが、まあ、すごく、そういうエネルギーがでいっぱいです。でも、本当にできるのかなっていう気持ちもありつつなので、ドキドキワクワク、そしてやっぱり落ち着かない気持ちもいっぱいありますので、どうかご覧いただいて皆さんに応援していただけたら嬉しいです。そして今日はね、何の動画を今撮影してるかというとですね、これがですね、私がスタジオに行くまでに普段歩く道で、だいたいね、15分くらいあるので、ここでちょっと、動画のオープニング撮っちゃおう。そうすると、スタジオついてね、編集が出ていけると思うので、はい、今撮ってます。それで、今日の動画の内容はですね、昨日やった日曜日の午前中のクラス、毎朝、まあ、70分、75分のクラスなんですけど、そのクラス、いつもね、参加してくれる慣れてる方が多かったので、クラスの前半で、ベーシックなコース取って、最後後半、逆転系のポーズに入るっていう構成にクラスをしたんですね。で、そのじゃあ逆転系のポーズ、インバージョンのポーズって難しいイメージとかがあるかもしれないんですけど、実はそのインバージョンのポーズの準備っていうのはやっぱりベーシックのポーズで、ベーシックのポーズやるときにどれだけこう足をしっかり力強く使っていくかとか、あと吐く息でしっかりこう腹圧かけていくかとかいう、そういう一個一個の意識で、体の準備ができて、最後、普段だったらできないようなインバージョンのポーズにスッと入りやすくなったりするんですね。なので、この動画ではですね、そのクラスの前半、おそらく2、30分のところになると思うんですけど、もうちょっと長いかもしれないんですけど、そこは皆さんにやっていただきたいなと思います。すごいいつもここ並んでるんだけどね。それで、ランチ時だからね、結構賑やかですけど、それで、はい、ではここからクラスに入っていきます。もし、フルクラスを受けてみようという方いらっしゃりましたら、 YouTube メンバーになっていただきますと、本日のクラスは6月17日にメンバー公開となります。ではマットを敷いて始めていきましょう。四つん這いになりましょう。つま先が床、お尻を上げます。ダウンワードフェイシングドッグです。軽く足踏みをしていきます。左の膝、右の膝、交互に曲げ伸ばしです。お尻を左と右に揺らしていきましょう。頭重たいです。鼻から深く吸って、深く吐いていきます。手の指の間を大きく開いていきましょう。もう一回吸って、背骨に空気流れていきます。深く吐いていきます。ゆっくり足を前に歩かせていきます。足が手と手の間まで来たら、でこれ昨日もやったんですけど、こうやってないかな、両手の下にブロックを置いてしっかり背骨を伸ばしていきます。特にゆかりちゃん以外はこうやって指をついて背骨を前に伸ばすっていうことが多分今難しいと思うんですね。なので、じゃあ例えばイアンはこの高さ必要ないかもしれないから、横でもいいんだけれども、そうしっかりと足の後ろを伸ばしていきたいんですね。深く吐いて前屈をします。一度膝を曲げて上体を起こしてチェアポーズで、両腕アップ、足を伸ばします。足を腰幅に開いて、左手右手首キャッチしたら吸う息右手首上です。吐く息左側方向に倒れて、右の体側を伸ばしていきましょう。反対に変えていきます。吸って戻って、右手左手首持って上に伸びて、
吐いて右に倒れて、吸って戻ったら足を閉じます。手のひら合わせましょう。吐いてフォワードベンド、指先で床をして背骨を前に伸ばす、もしくは両手ブロックの上で背骨を前に伸ばす。吐いて手のひらが床です。右足左足後ろにステップバック、かかとから頭のてっぺんを一直線にして、吐いて膝を床に下げます。肘曲げ、胸顎、手と手の間ニーズチェストチ、スイキャップドッグ、吐いてダウンワードフェイシングドッグに戻ります。ここで3つ呼吸していきますね。鼻から吸って、吐いて1、吐いて2、手の指の間は大きく開いて、指と指の間も感じていきます。もう一つ鼻から吸います。吸った息がね、首の後ろ側から背骨一個一個、尻尾の骨の方まで流れていきます。じゃあもう一度いきますね。つま先を上げて、あ、かかと上げて、吐いて膝曲げます。姿勢を手と手の間にして、このももの付け根がなるべく高い位置をキープして、マットの前の方まで歩いていってください。で、マットの前の方まで歩いてきたら、まずはつま先をくっつけて、かかと側は握り拳1個分ほど開いていきます。で、なるべく、じゃあ例えばこっち小指の方で床を押すと、これ間違ったアライメントってわかると思うんだけど、ちゃんとこの親指と足の内側でマットを押すようにしていきます。で、違和感があるかもしれないけど、それの押し方です。で、もう一個は両手の下にブロックを置いていきますね。で、この両手の位置はですね、あまり体に近くなくて少し前に置きます。ブロックもっと前、いや、もっと前、うん。で、その時に、じゃあ例えばお尻を後ろに引いたら、足の後ろって伸びると思いますか？伸びないと思う。うん。だからやりたいことは、体重をもっとつま先の方に乗っけていく。倒れそうになるから。で、かかとが自分のかかとの真上に来る位置。じゃあこの位置で背中丸めてみてください。どう？伸びなくなったでしょ？うん。だから前屈するときは、足を伸ばしたいのであれば、はい、もう一回正しい位置確認です。体重がつま先の方です。うん。で、お尻の位置がかかとの真上で、この時に背中を丸めると伸びなくなるから、例えば私とかは、まあ、床下とか自慢じゃないね、指先で床を押してもこのまっすぐの背骨がキープできるんだけど、もし高橋さんがそこで手を床にしたときに背中が丸まるのであれば、ブロックを使ってフラットバックを作ってあげた方が足の後ろが伸びます。この意識でいきます。で、若干だけどこんくらいは開いてもいいかもしれない。このいつものこれにするともっといい。で、前につんのめりそうになるんだけど、もっとつま先に体重乗っけて、そうそうそう、で、もっと胸開いて、胸開く、そう、そっち、リフトドチェストの方、そっちです。これがフラットバックです。で、この時に膝小僧、ももの付け根の方に引っ張るようにして、膝の後ろをもう一個伸ばします。で、これが高橋さんがいつも膝の後ろが曲がるんだけど、それを伸ばす練習になります。高橋さん、背中今まだちょっと丸い、はい、とてもいい、はぁ、深い前屈。じゃあね、膝曲げてもいいから、両手両足の横に置いて、右足左足後ろに下げます。かかとから頭のてっぺん一直線で呼吸します。うん、スリー、指の間を大きく開きます。吐いて、て指と指の間も感じていきます。手のひらしっかりマットをしていき、ゆっくりとお膝床一度吸いましょう。吐く息で肘を曲げて、胸と顎が手と手の間、ニーズチェストチ、
吸い切り、胸前に送ってアップドッグ、吐いてハートを向こう、シュバーサナ、鼻から吸って鼻から深く吐いていきます。足踏みしたかったらいつでも足踏みして大丈夫。お尻を左と右に揺らしたり、しっかりと手のひらでマットをして背骨長く伸びていきます。右足を天井に向かって伸ばします。吐いて手と手の間に下ろします。で、昨日のクラスでもやったんだけど、このシングルレッグのストレッチするときに手の下にブロックを置いてもらって、前の足を伸ばしてみる。で、前の足を伸ばしたときに、イーアンは基本的にいつも足をショートに置くから、これこのくらいです。で、もちろんそれでもいいし、いいけど、正直イーアンの足は長いから、日本人のやつよりね、若干な、あのみんなより長めに置いた方がいい。で、高橋さんはこんくらいでいいのでいいんだけど、まあもうちょい前でもいいくらいかな、うん。で、前の足がこれをしっかり一回一回伸ばしてポーズ取った方がいいです。うん、そのまま。で、そう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 、なんでわかった？見逃しが、じゃあこれも、まあ今日ちょっと余裕あるので言うと、右の腰を皆さん前に出すと右の足が伸びなくなるから、ああ右の腰ってしっかり後ろに引くんだねっていうことがわかる。だからそこから背骨を前に伸ばそうとして、でこの時もさっきのフラットバックで。やんないと足の後ろって伸びにくいです。でもこれをちゃんとやってあげると腰も伸びてくるから、そう、もっと揃えて背骨伸びて、よいしょ、吐いて右の膝を曲げていきます。左のかかとをマットにして、足の裏でしっかりと床をして上体を起きていきましょう。ウォーリアーのお腹の前側伸びます。入って右にトゥイストします。左の肘が右膝の外に来ます。右の手のひらで、じゃあこの右の手のひらを握り拳にしてあげて、この右の握り拳でぐーっと左の手のひらを押してあげると背骨が右によりねじられます。なのでこの右の手でぐーってパンチする感覚がこの合掌の時も同じです。プレイヤーハンズの時も上の手で下の手グーって押してあげると背骨がより一層右にツイストされる。ゆっくり足で床を押して戻ってきます。ウォーリアー2、右足の位置を少し左にずらしていきます。吸い気でリバースウォーリアー、吐いて両手が床に下ります。吸って右の足が後ろです。膝が床、指先後ろに向けていきましょう。一度吸います。吐く息で肘を曲げて胸を顎手と手の間、吸ってアップドッグ、吐く息指正面に戻ってダウンワードフェイシングダウン、鼻から吸って鼻から深く吐いていきます。もう一つ吸って、頭重たい、ももの付け根をもう一個空の方です。次の吸う息、左の足が上がります。空の方に釣りレッグドッグ、吐いて手と手の間に下ろします。両手の下にブロックを準備して、吐いて左の足を伸ばしていきます。で、ポイントはね、もう分かってると思うから、皆さんそれぞれで微調整していってみてください。左のももの付け根が後ろです。
もっと伸ばしたいときは左のつま先をマットから持ち上げるともっと伸びます。でブロックが必要なければ指先がマットで全然大丈夫です。鼻から吸って、でも最初に確認した通り背中丸めると伸びなくなるので、しっかりと尻尾の骨から背骨一個ずつ一個ずつ前に前で、誰かが皆さんの頭のてっぺんを前から引っ張ってるよね。ここから誰かに頭のてっぺん引っ張られてる。視線を眉間に集めてみます。で、尻尾から眉間までの長い流れをイメージしてください。はい、OK で、左の膝を曲げていきます。右のかかと床、足の裏でぐーっと床をします。バランスを見つけて体を起きていきましょう。吐く息でステイ。もう一度吸います。上げた手の指先の方まで伸びていきます。吐いてトゥイストしていきます。右の肘が左の膝の外で、わあ足頑張ってるね。吐いて1で、この左の手をグーにして、このグーで右手のひらパンチしてみる。で、パンチしてみると背骨がグインと左にねじられると思うので、ワン吸います。吐く息手のひらパンチ、ツーラスト吸います。その息すべてを吐き切ったら、だから合掌の時もこう左手のひらで右手のひらを押してあげて、ウォーリアー1吐いて右に開く、ウォーリアー2。はい、大丈夫ですね。吸ってリバース1、吐いて両手が床です。吸って左足が後ろプランク、膝をマットにして指を後ろにします。一度吸って吐いて肘を曲げて胸あご手と手の吸い気アップドッグ、吐く息指先正面に戻しつつダウンワードフェイシングドッグです。鼻から深く吸って、鼻から深く吐いていきます。あと2ついきます。よいしょ、ふう、背骨伸びます。あともう1つ吸って、その息全部を吐き切っていきます。よいしょ、肩をストーンを下ろしていきますね。吸って右足アップ、吐いて右膝を曲げて、顔右を向きます。そのままひっくり返ってワイルドし、右手マットに戻ってスリーレッグドッグ、吐いて右足手と手の間ブロック用意します。吸ってヘッドアップ、吐く呼吸で右の足をストレッチです。ブロック必要な高さにして使う、そしてもし邪魔になるようであればブロックを使わずに行っていきます。もっと右の足を伸ばしたいようであれば右のつま先を天井の方に向けていきます。3、吸って吐く息で右のももの付け根を後ろに引いて左の胸を右のすねの方に寄せていきます。で、最初に確認した通りフラットバックの状態で胸と右すねが近くなって、吸ってヘッドアップ、吐いて右の膝を曲げて左のかかとを床、足の裏で床をします。両手後ろ、ここからすくい上げてウォーリアの、吐いて右にツイストします。左の肘、右膝の外側に引っ掛けていきましょう。もう一回ウォーリア1に戻ります。両手アップ、吐いてトゥイスト、
あと1回いきますね。吸い息戻って両手アップ、吐く呼吸で右にツイストしていきます。右にツイストしたらここでキープです。さっきの思い出してください。右の手のひらで左の手のひらをぐーっと押してあげる。そうすることでもう一つ胸が空の方に回っていきます。あと一つ鼻から吸って息を吐いていきます。ここから左手をそのブロックの上にしていきます。ブロックはまあ中くらいの高さがいいんじゃないかなと思います。右手を天井の方吐いて、右手頭向こう、吸って吐いて、あと2つ吸います。右手と吐いていきます。ちょっと背中を丸めて右手ぐるりと回していきます。右手腰に当てたら左手を大きく回してウォリアーの2になってください。そしたら吸う呼吸で一回上に伸びます。よいしょ。つま先の向き入れ替えていきます。左の足の方にもう一回ウォリアーの2踏み込んでいきます。鼻から吸って吐く息でもう一個お尻を下げ、姿勢左手指先の方です。リバースオーリャ。右手を右もももしくは右ふくらはぎ足首の方、左体側伸びて吐いて、左の肘左もも上に、吸って右手が天井の方吐く息で右手を左手を、あ、ごめんなさい、左足の外に置きます。ブロックの上です。そこです。ワン、吐いて、ツー、右の足でしっかり床を押す、吸って右手指先も届く、吐いて背中を丸めていきます。ちょっと足幅短くして左の足でグーッと床を押して、はい、ウォーリアー2で戻れたね。フライ、両手アップ、つま先の向き入れ替えて吐く呼吸ウォーリアー2でリバースウォーリアー、吸います。左手指先、左足首の方、吐く呼吸で両手またに戻ってきた。吸い息、右の足が足、キープ、右の肘が床、マットの真ん中あたりに置きます。左にお腹を見せてください。左手が天井の方は吐いて、トゥ、視線左手指先のおへそ引き込んで、左手頭向こうに、ゆっくりと左の肘も床、では両方の肘が肩の下です。かかと頭のてっぺん一直線、吐く、右の手のひらが床、左の手のひらが床、左の肘が床、右肘が床、左手のひら、右の手のひら、右の肘、左の肘、このままゆっくりゆっくり腰の骨をまたに下ろしていきます。胸を開いてスフィンクスポーズ。吸います。吐いて一度うつ伏せ、両手マット幅より大きめに開いて指先も、吸い気で首の付け根からぐいーっと体を起こしていきます。バックベンのポーズ。なるべく尾骨ドロップさせていきます。吸って頭を右左に揺らしてみましょう。オッケー、背中大きく丸めて、お尻かかとの上チャイルドポーズになります。はあ、鼻から吸って、鼻から深く吐いたら、はい、オッケーで、皆さん大丈夫、お水いらないですね、大丈夫。
吸う呼吸でアップドッグ、よいしょ、吐いてダウンドッグ、息吐いて深く吸って背骨伸びて伸びて手でマットして押して、その息すべて吐き切って、はい、では反対です。吸って左足アップ、吐いて左膝曲げましょう、はあ、左を向きます。ゆっくりスローモーションでワイルドシングです。ひっくり返って、うん、ゆっくり戻ってきて、スリーレッグダッグ、左足手と手の間 L ですね。ブロック必要であればブロック、背骨伸びます。吐く呼吸で左の足ストレッチ、フラットバックで左の足の方に前屈していきます。呼吸してフラットバックが最初にやった時より緩くならないように、吐く呼吸で右の胸左のすねの方です。ラスト鼻から吸って、吐く呼吸で右の胸左のすねの方、顎が左の足首、ゆっくりヘッドアップ、吐いて左膝踏み込みます。両方のかかと床で、両方の足の裏床ついたらしっかりと足の裏で床を押します。内もも真ん中に寄せ集めて両腕アップ、ウォーリアーの1、吸う息、背骨長く上に伸ばして、吐く息ツイストいきます。左ツイスト、これ素晴らしい、ウォーリアーの1、両腕アップ、ねじって高橋さん足曲がってる、後ろの足ね、吸ってウォーリアー1、吐いてねじっていきましょう、ねじり切っていきます。左の手のひらで右の手のひらを上から下に押してあげて、背骨もう一個左にねじるで、ブロック左足の外に用意して、そこに手のっけていきます。のかったら吸う息で、ゆっくりゆっくり左手アップ、吐く息ね、この左の頭の方が深い呼吸、ワンキープね、いきます、吐いてという、これいいのでもう一個左膝曲げていきます。そう、それです。もしかしたらこれでもいいかもしれない、どう？うん、そうです。で、この手をこっち内回し、吸って背骨からこの腕伸びて伸びて伸びて膝曲げます。吐く息でぐーっと胸を左にねじって、高橋さん指を見るそっから起き上がるときにちょっと背中丸めるんです。で、このまま左手をぐーっと上に上げる、で、左手腰後ろに当てます。あ、ここが起き上がるときなんだけど、右手をふわっと回せば自然にウォーリアー2で起き上がるので、はい、それでいいです。ウォーリアー2で起き上がれたら吸う呼吸で、皆さんこの手に左手にブロックを持ち、吸って両腕アップ、吐く呼吸で後方後ろにウォーリアー2、
一回ブロックを小指外に置いてリバースウォーリア。吐く呼吸で左手の指先もう一個左の足首の。ワン、ツー、スリー。右の肘が右のももの上で。右の膝が内側に入らないよう気をつけて、吸って左の腕が天井、吐く呼吸で左の腕頭向こうに伸びていきます。体側伸ばしのポーズで呼吸深めていきます。右手をブロックの上に置くようであれば右手をブロックの上に置いて呼吸していきますね。ワン、ここきついと思います。吐いて、トゥー、尻尾締める。あ、ルルレモンだ。吐いて、胸を空の方で、これは悪い見本です。手に体重が乗りまくっています。手にあまりそんなこと言われても手にね、あんまりここに体重乗っけて支えてもらうんじゃなくて、足です、足です。はい、じゃあ背中丸めて、よいしょ、足で床を押してウォーリアー2で置きます。万歳。つま先の向きを前にターンさせて正面にウォーリアーの2です。膝もっと曲げていいですよ。リバースウォーリアー、もっと曲げていいです。でもこっちの足は伸ばす。 OK、 両手が床です。くるくるくる、左の足が後ろ、まっすぐ一直線、左の肘を床に下ろします。マットの真ん中に置いて、お腹右に向いたら右手が天井の方です。吐く、右手指先を見ます。で、右手頭の向こうに伸ばせるようであれば右手頭の向こうに伸ばしてもいいです。ワン、吸って、吐いて、トゥー、ラスト、スリー。ゆっくり右の肘も床。そしたらここは肘幅を肩幅くらいまで開いていきます。体まっすぐ一直線、右手のひら、左手のひら、右肘、左肘、左手、右手、左肘、右肘、右、右、右、左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 、あと3、2、1、下でストップ。5、4、3、お腹引き込む、尻尾寄せ、頭落とさない、ゆっくりゆっくり、腰骨マット、スフィンクス。スフィンクスの時少しだけ肘の位置をね、開くしたりとか、ちょっと胸の方に寄せてあげた方がいい。いいやん、肘開きすぎだから、肘は肩の下くらい。スフィンクスです。吸います、吐きます。で、こっからワイドコブラでいきます。フィンガーティップです。で、マット飛び出します。吐く、顎引く、つって腕伸ばす。まだ顎引いててもいいくらい。で、顎引いてるんですけど、腰の骨グーって床に下ろしてあげる。で、こっからグーってちょっとずつ顎上げる。うー、もっと行きたければ顎上がって、左向きましょう。戻って、高さもう一個手自分の方に寄せて、右向きます。戻って、右の膝曲げます。戻して、左膝曲げて、戻して、顎下ろします。ゆっくりゆっくり、背中丸めて、チャイド、手と手の間見ます。吸う呼吸で胸前に送ってアップドッグ、吐いてダウンドッグ。鼻から吸います。
はい、皆様ご覧いただきありがとうございました。ベーシックの大事なポーズがいっぱい出てきているので、よく練習してみてください。すごくおすすめの動画になっています。ここからはメンバーの方限定でクラスを公開させていただきます。この YouTube チャンネルを実際のヨガスタジオと同じように皆さんに使っていただけたらいいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ナマステ。吐く呼吸でハグしていきます。